こんにちは、クイズキュンです。今回は意外と間違える時間と時計の問題です。それでは早速始めましょう。時計の単針が30分に動く角度は何度ですか？終了です。解けましたか？それでは解説に入ります。時計の単針は12時間で1周、つまり360度動きます。1時間だと360÷12で30度動きます。問題は30分となっているので1時間の半分です。ということは30度を半分にすればよいので 30÷2 で15度となります。いかがでしたか？この問題は2番センチなので本家の問題をおまけで出題しますね。それではどうぞ。時計の単針が1分に動く角度は何度ですか？終了です。おまけの答えは本家の動画をご覧ください。 URL を概要欄に記載しています。最後までご視聴ありがとうございました。皆さんズッキュンできましたか？コメントと高評価、チャンネル登録で応援してくださいね。